さて、ポーカーも負けたことでね、一人ご飯のね、一人晩ご飯の時間になりましたんで、どうしようかな。なんかホテルから歩いてこれるところにね、夜市っていうのがあったから、おいしいよってどっかでここ入りたい。うわ、この柿、僕こういうなんかね、アメ横感すごい好きなんだよな。あー、これも客がいないけど美味しそうだな。ここ客がいないけど美味しそうってどういう理屈なんだろう。全部美味しそう。どうしようこれ。いやー迷うなー。あー、これおかゆも確かに、ルーローハンも食べたいし、おかゆもいいな。いやこういうなんかね、こういう小汚いところいいんですよ。あー全部いいな。うわー、こんな夜中、これまあこれ年中無休でやってんのかな、夜だけやってんのかな。いやこれどっか行きますわ、とりあえず。ちょっと中華街に近いところもあるかな、ないかな、アメ横みたいな感じかな、アメ横プラス横浜中華街みたいな。このフルーツもな、こういうのも好きなんだよな。なんか、あーこれも美味しそう。あーここ並んでるから絶対美味しいよこれ。あ、ここ行こうかな。この行列何、行列にやっぱ人間っていうのは釣られちゃうよな。ここまでかな、どうしようかな、並ぼうかな、こうなったら。あ、これ絶対いいじゃん、ここ行列できてるし、これ絶対美味しいでしょ。ここ安いし、ルーローハンのショーと、あ、これだ、これ確定だわ。あ、さっきのお粥もちょっと捨てがたいけど、なんならお粥とルーローハンの後ろ。あ、これはすごい、これ絶対ここだ。飲み物がないんだね、こういうところ。いつも思うのが、その飲み物も売ればね、売れるのにね、なんで売らないんだろう。美味しそうだな。ルーローファン、スモール、this one。よし、じゃあここでね、多分食べられるんで。なんか飲み物買いたいんだけど、飲み物ってこういうところで売ってないのかな。多分あれ僕の作ってくれてんだよ。ちなみにこれ頼んだんだけど、僕なんだか分からず頼みました。多分タケノコと豚肉のなんかなんじゃなくて、炒めみたいな感じかな。なんだろうな、なんだか分からず頼んだんですよ。あーでも美味しそうだな、最高だな。あ、シェイシェイ、本当にな。あ、うまいやつ。ドリンクバイオーケー、ドリンクバイノービア、ノービア、ノービア、ノお茶、お茶、お茶オーケー、お茶オーケー。ルーローファンと、あともう一個タケノコのなんとかかんとかっていう、これが20元で、こっちが25元、つまり100円しない、こっちは80円以下。いやこれですよね、この屋台ので、こっちはもう車が走ってる、ここでね、これをいただいて、じゃあまずこっちからいただこう。これはタケノコと野菜の炒めっていうのかな、なんかかけた方がいいんかな。うん、あ、タケノコ柔らかい、ちょっとメンマに近いような。お茶をね、ファミマで買ってきました。で、楽しみのルーローハンいただきますね。あー、おいしいわ。これだね、なんだろうね、味付けはちょっと違うんだよな、色いっぱいあるけど、これは美味しいわ、書き込んでいきたいわ。スプーンねえかな。スプーンないな。これはもう書き込んでいくしかないんだな。
れは安いし美味しいし、体にも良さそう。美味しかった。ペロリとね平らげちゃいました。しかもねこれ僕食ってる間も行列が絶えずずっと並んでてですね、で持ち帰り何人前もねみんな買っていってる。あ、ごちそうさまでした。シェイシェイ。よし、ここおすすめです。ここなんかホテルの近所にあった夜市のね。さあまだ来るからね、まだ余力残してますから。うわー、なんかこういうのもいいね、この道路に面してる。ちょっとでも怖いな、油断してると。あ、さっきのおかゆみたいなのも結構美味しそうだし、デザート系も欲しいな。これデザートだよな、絶対これデザートだ。トーファーっていうやつは、多分トーファーみたいなそういう感じのデザートだと思うんだよ。ここはいや、チャーハンじゃなくておかゆが欲しいな。あ、おかゆ絶対これ美味しいでしょ。あ、高糖、あ、この名前の冠が載ってるこのかゆ、おかゆ食べようかな、どうしようかな。おかゆだったらいけるよな。よし、おかゆ行こう。あれ、これここ、あ、いい、いい、いや、OK。 あ、実は、たぶんこれ一番この、たぶんお店の冠が乗ったおかゆだからきっと美味しいに違いないっていうね、僕の直感でですね。こういう感じの、あ、こっち僕のおかゆ作ってくれてんのかな。わあ、美味しいわ。あ、これ絶対美味しいわ。これはまた、これが80元です。あ、猫ちゃんがいるじゃん、こんなところに。はい。にゃお。にゃお。なんかこれ、さては、あなた、なんか狙ってるね。なんか狙ってるのかな。なんか狙ってるのかな。これも、あ、これ優しい味だな。まあ雑炊だな、僕がよく作って。あ、でもちょっと味わい深いな。後味がなんかちょっと違うな。これ80元ってことは300円ぐらいか。いや、めちゃくちゃいいじゃんこれ。かなり優しい、優しい味。あ、お肉とかも入ってんだ。見てください、こちらなんかお肉とかもゴロゴロ入ってるし、これはやばいな。でもこれさすがにそんなにカロリーないからね。ルーローハンとなんかタケノコのあれの後にこれいきますから。まあ、台湾のねグルメ食べ納めですから。これって毎日やってんのかな、夜市って。地図上に夜市って書いてあったんだよね。だから一過性のものじゃなくて毎日やってんのかも。猫ちゃんどこ行ったんだ。猫ちゃんがねこういうところでね下にいるっていうのもいいよね。いい子に座ってんの。いい子に座ってんだよな。なんか欲しいんか、なんか欲しいんか。ほら何見てんだ。欲しいんか、ほら自分食ってるぞ。自分食ってると怖いんか。
怖いみたい。自分が映ってるから怖いから逃げちゃう。やっぱ優しい味でいいな、こういうのも。エビとかも入ってる、お肉も入ってるし、エビも入ってる。だからやっぱ店の冠を背負ってるから、多分オールマイティなんだろうね。全部入れてる、全部入り、オールインワンだね。うん、なんかレバーみたいなお肉だね。美味しい。結構ペロリとですね。いっぱい女でペロリといけちゃいました。そしてね、びっくりすることに、なんか食べ終わったら、なんかこれ釜揚げ巻きのうどんって書いてあるんですけど、 なんだこれ。台湾でね、おかゆ食べてるはずが、なぜかあのうどんのね、うどんの器があるということで、よし、もうかなり腹いっぱいだわ、もう。よいしょい。うわ、危ねえ。先生、ごちそうさまでした。ああ、美味しかった。いや、ここも美味しかったわ。この、なんか、おかゆ屋さん。おかゆ屋さん、おすすめです。もう食えないよ、さすがに。デザートも今食えない状態。食えるとしたら、なんか、フレッシュフルーツジュースとかがあれば、ギリギリ行ってもいいかなぐらいだけど。さすがにないか。フレッシュジュースとかそういうなんかこってりしたフルーツじゃなくてないか。なんかまあ串盛りフルーツでもいいし、なんかタピオカはちょっとミルクティーはさすがにきつい。まあいいか、こんぐらいで腹8分目、まあ8分目つがもう10分目まで来てるから、ちょっと欲張り根性丸出しで、僕は今そのなんかもう人なんかデザート欲しいなとは思いつつも、まあ、こんぐらいにしとくか。いやー、でもこの活気はやっぱ台湾って感じがするから、やっぱ来てよかったわ。美味しかったしね。こういうのはやっぱね、その一応ああいう屋台ってお腹に当たるかどうか怖いじゃん。だからなかなかリスク取れないから、ポーカーしながらできないんだけどさ。あー、これも良さそうだな。これぐらいならいけっかな。根性出してこれ食おっかな。うわー、絶対美味しいってこれ。あ、絶対あれだ、タピオカだ。タピオカトーファー。ここで、イートヒア、タピオカトーファー。トーファー。トーファー。アイス、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 オーハーツ。あ、じゃあ、ホット。ホット、オッケー。ちょっと、やべえ。もう腹10分目なんだけど、もう、これ、絶対これ美味しいんだって。タピオカトーファーってやつ。これだって、これ赤羽にもこういう感じの店あったけど、これちなみに50元ですからね。50元、50元っていうと200円以下だから、いや食べちゃう。もうだって日本帰ったら食べられないんだから。わあ早い。わあ、こんな大きいの。シェイシェイ。わあ、こんな大きいんだ。これ50、あれ、ホットホット、え、これ50元なの。安っ、安っし。もっと小さいの。いや、これ全部食えないかも。めちゃくちゃ申し訳ないけど全部食えないかも。まあとりあえずじゃあこれいただきます。あ、めちゃくちゃ優しい味。この黒蜜と、これなんだろうな、豆腐かな。黒蜜と豆腐の、豆腐というか杏仁豆腐でもなくて、うまい。めちゃくちゃ優しい味だよ。これ、これがトンファーっていうんだと思うんだけど、ほら、タピオカが入ってて黒蜜で、意外にスルスルいけるかも。いや、これ実際もんで、これカロリーマジで高いと思う。さっきのおかゆより下手したら高いと思うけど、美味しい。これ50元はすごいわ。
意外にスルスルいけちゃう。あとなんかこういう風に自分でトッピングとかもできるみたい。僕にはちょっと分かんないけど、自分お好みのトッピングもこれで多分選べるんだと思う。いやーちょっと食いすぎた。一応ねちゃんと食べましたよ。やっぱねこの世界をね行ってね残したらちょっと日本人としてさ失格じゃないですか。めちゃくちゃ多かったけど、ここはねせっかく美味しいものを作っていただいたんでね、まあ、ちょっとおつゆは残していいかな。美味しかったからね、美味しかったから最後までいただくっていうね、うん、美味しかった。シェイシェイ、ごちそうさまでした。あ、これもおすすめだわ。ここもおすすめです。なんか良い地にあったねおすすめですって言っても誰も分かんないだろう。ここね、こちらのなんか飲み場の横にあるねトンファーのお店おすすめです。いやもうさすがに食えない。あんな大きいのが出てくると思わなかったもん。あの器の写真見たらさ、もっと小鉢みたいな感じのイメージしてたんだもん。あれは50は安すぎ。あれ200円以下は安すぎ。いや最高でしたね。もうこれでもうでもさすがにもう何も食えないんでもう帰って寝ます。皆さんもねぜひ台湾来た際にはね地図に夜市って書いてあったら行ってみてください。おすすめです。